ート展示同様に思い切って動いていった村上潤。この動きに対して高枠1号艇の渡辺英治。村上の内側、定番通りインコースを抑えていきます。ボートレース浜名湖2016年、今年最後の優勝戦ということになります。クリスマススペシャル浜名湖クルーアタックの優勝戦。今シリーズはここまで非常に流れもよく来ていた地元渡辺英治ですが、最後の最後に最大の試練が待っていました。強烈な前付けを受けましたが、定番通りにインゴ主将。その渡辺よりも深い起こしを余儀なくされる村上潤。思い切って勝つために動いてきまして2コースです。この2人の奥、ゆっくりと睨んで中段センター3コースには2号艇、こちらも地元は矢野蓮司。そして奥に3艇、本番レースは4コースからの進入となりそうです。3号艇の上村純一。上村純一4角、そして5コースが4号艇の杉江博明で、結局丸尾は再アウト、6コースからの進入です。162、そして345、村上はすでに100を大幅に割っています。そして1号艇渡辺英治が間もなく100。第12レースの優勝戦はインコースから1番、6番、2番、3番、4番、5番です。優勝戦の12レース、スタートしました。2コースと4コース、6号艇、3号艇、コースターとも角が出ていく。3号艇の上村、一気に内3艇を飲み込んでまくっていきました。6号艇逃げる。5号艇の丸尾が差し場を探して、インからくるっと残す。渡辺英治でバックへ入った。まくりが決まった。3号艇の上村純一、インで踏ん張った。1号艇渡辺英治が2番手、外からは4号艇の杉江博明と、最内からは2号艇の矢野蓮司が接近していく。優勝戦スタートは正常でした。2マーク2番手は潜り込んできた2号艇矢野蓮司、外を待って渡辺英治がこれをかわしにいった。懐ついてきたのは杉江博明、方面折り返しました。2番手は外優勢に1号艇の渡辺英治で、3番手4号艇杉江博明。上位体系は目下のところ3、1、4、2周1マークの旋回です。直線内側浮上し、ターンマークに向かって寄っていく4号艇の杉江を、外を回ってかわす1号艇渡辺英治。4番手から V ギア切り込む2号艇矢野蓮司でバックストレッチへ入りました。2番手3番手は定間離れましたが、3番手4番手定間少し縮まって、現在は3艇進半といったところ。それでも前にいるのは4号艇の杉江博明、2周2マークの旋回です。内側上げて迫ってくる2号艇の矢野ですが、外から先に回ります。4号艇の杉江博明、内々へくるっと待った2号艇矢野をパスしまして、上位体系は変わらず3番、1番、4番、3、1、4の体系でスリット前を通過。レースは最終周回へと入っていきました。3周1マークの旋回から今最後のバックストレッチへ入っていきます。本番レースは4角からの一撃でした。3号艇の上村純一、上村先頭、そしてインで踏ん張った渡辺英治は2番手です。そして3番手には4号艇の杉江博明。上位体系は3、1、4、後方3艇は2号艇、5号艇、6号艇と続いています。最終コーナー4番手から一勝負か、2号艇矢野が内側迫ってきますが、外を待って4号艇の杉江博明がこれをかわして、3番手のポジションはキープ。上位体系変わらず3、1、4、先頭3番上村優勝5輪、2着1番の渡辺です。3着は4番の杉江、続いて2番の矢野、5番の丸尾、ラストは6番村上、5輪。